こんな犬を知っていますか？アメリカマサチューセッツ州に手足の不自由な方を支える犬がいるというので訪ねてみました。こちら介助犬訓練施設のオーナーカーリーさん。部屋に案内していただくと、中にはたくさんの犬が。ちょうどご飯中にお邪魔したようで、部屋の中は大騒ぎ。それにしてもどの犬もとにかくでかい。ここにいるのはみんなグレートデンよ。グレートデンは平均体高が80センチと犬種の中でも最大級。日本の介助犬に多いレトリーバーと比べてみてもこんなに差が。ちなみにこの子たちもこれでまだ4ヶ月。でもどうしてこんなに犬がいるかというと、こちらの施設は介助犬を訓練するだけでなく、ブリーダーとして子犬から育て生後3日から訓練しているんです。1歳になると介助犬として巣立っていきます。でもどうしてグレートデンばかりなの？そこにはアメリカならではの理由がありました。介助犬になったら背が高い人、体格のいい人などいろんな人を介助するから、体高が高いことが大事なんだ。介助犬とは手足に障害のある人の手助けをする犬のこと。日本人に比べ体格が大きいアメリカ人を介助するには大きくて頑丈な体が必要だといいます。どんな時に大きな体が活躍しているかというと、例えばこんな時。背中を使って起き上がってもへっちゃら。手や足が不自由な方の強い味方。性格もおとなしく介助犬にぴったりの犬なんです。こうしてこの施設で生まれ育ち介助犬として育った一頭の犬が今ある少女を支えているというので会いに行ってきました。こんにちは。迎えてくれたのは母親のレイチェルさん。中に案内してもらうと、ジョージよ。グレートデンのジョージです。かわいいな。2年前訓練施設を卒業した介助犬。この大きさでまだ2歳半。そして奥にいるのが今年11歳のベラちゃん。Hi Bella。大好きなジョージと遊ぶのが楽しそうなベラちゃんですが、実はある病気と戦っているんです。ベラは病気で一人で歩くことはできないの。幼い少女を襲った病とは？診断されたのは今から9年前。彼女が2歳の時でした。バートン家の次女として生まれたベラちゃんはとっても活発で元気な女の子でした。しかし2歳を迎えた頃から成長が止まり、そんな娘に異変を感じた母が病院に連れて行くと、医師からある病名を告げられました。モルキオ症候群、別名ムコ多頭症4型。私たちの体の細胞は生きていくために必要な成分を毎日作り出し、一方不要になった物質を酵素が分解し外に出すというサイクルがバランスよく行われています。しかしムコ多頭症の場合、この分解がうまく行われないため不要になった物質が蓄積され、さまざまな障害を引き起こすのです。ベラちゃんの場合、このような骨の変形が特徴。関節が緩くグラグラしているので自由に体を動かせませんでした。医者からは6歳で車椅子の生活もありえると言われました。本当は遊んだりしたいはずなのにできない、
それがかわいそうでとてもつらかった。それからの日々は幼いベラちゃんにとって苦難の連続でした。2歳半の時、腰の骨を頸椎に移植する手術を行い、3ヶ月もの間首を支えるための大きな器具がつけられ、4歳の頃には足の手術で全身固定の日々。外に行くのは嫌いだった。友達と遊ぶこともできませんでした。それでもベラちゃんは諦めず、何度も治療や手術を受けました。少しでも良くなりたい、その思いが届いたのか、徐々にできることが増え、生活の幅が広がりました。でもいくら膝の手術を受けても、ベラちゃんの願いだった自分で歩くことだけはできるようになりませんでした。そんな時、一筋の光が。偶然介助犬を連れた女性と出会ったんです。施設の存在を知った母は、娘を救うことはできないかと何度も何度も通い続け、ベラちゃんを支えるべく現れたのが介助犬のジョージでした。そしてジョージと出会い、ベラちゃんにある変化が。一時は自分の足で歩くことは諦めていましたが、ジョージが来てもう一度歩きたいと思うように。そして始まったジョージとベラちゃんの歩くという挑戦。慣れないことに戸惑うこともたくさん。病気のせいで背が低いベラちゃんにとって、大型犬のジョージと歩くことは難しいことでした。しかし決して諦めることはありませんでした。やがて、すごい、おお、すごいね。右手で松葉杖をつくことで、なんとかジョージと歩けるように。さらに足の力が必要な階段も。ジョージの力と手すりを借りて登れるように。こうして毎日練習を続け、ジョージと出会って1年、ついに。ジョージと一緒に自分の足で歩けるようになったのです。なんとか通っていた学校も自分の足で通えるように。心細かった学校ですが、ジョージがいるから心強い。勉強中もいつも一緒。友達と外で遊ぶこともできるようになりました。それどころかおしゃれをしてお出かけしたり、夏は海に行ったり。ジョージと出会い、歩く楽しさを知り、ベラちゃんの顔に笑みがこぼれました。そしてついに奇跡を目の当たりに。介助犬ジョージと出会うことで笑顔を取り戻したベラちゃん。現在も変わらずジョージと過ごしています。お出かけ中、立ち上がる時だって、おいで。ジョージがいればどこにいても安心。What do you like about George? 全部好き。ジョージが助けてくれるからどこにでも行けるの。ジョージと出会い、こんなに前向きに。今では家の中のちょっとした移動は一人でできるようになりました。でもジョージはいつもすぐそばに、何かあれば支えになれるよう。そしてジョージ、ここにおいで。寝るときだって。も
ともとはジョージのベッドでしたが、いつしか一緒に寝るように。ジョージにとってもそれが幸せ。ペラちゃんと介助犬ジョージ、こうして支え合っているんです。そしてこの後、奇跡の光景を目の当たりに。ジョージの散歩をしていた時、自分の足で力強く歩くベラちゃんの姿がありました。もちろんジョージも見守っています。ちょっと疲れたベラちゃんがお母さんに甘えた瞬間、ジョージは驚きの行動をとったのです。なんでお母さんに？でもこれには理由が。ベラが連れてかれないようにしているんだよ。誰かが抱っこしようとするといつもそうなんだ。ベラちゃんを守ろうとする行動だったのです。ジョージにとってベラちゃんは歩く支えをする存在だけではないのです。その気持ちはベラちゃんも一緒。かけがえのないパートナーなのです。それは出会った時から変わっていません。ちょっとやんちゃしたってジョージがいれば安心。出会って2年半、歩く支えだけでない心の支えになっていました。この先もベラちゃんとジョージは共に歩んでいくのです。やっぱいいの。